津波や飛行場に整備されている新型コロナ消防車、通称ストライカーと呼ばれているものです。主な任務は飛行場内において航空機の緊急事態発生時に直ちに対応するための消防車です。乗員は出ないで、運転席は中央です。運転席の上とバンパーにそれぞれ放水銃があり、放水距離は約80メートルです。それでは運転席の上にある放水銃から放水します。ここで車両について紹介します。長さは約12メートル、幅は約3メートル、積載水量は7600リットル、重さは約30トンです。操縦士、機械室を内蔵の浜津さんとおりした。